割り込みをされたと腹を立て、相手の車を煽って負傷させたとして、警視庁西新井署は20日、千葉県船橋市芝山、電気設備業山田純也容疑者、47、を、脅迫と自動車運転致傷行為処罰法違反、危険運転致傷、道路交通法違反、ひき逃げ、の容疑で逮捕したと発表した。当初幹部によると、山田容疑者は10月26日午前9時ごろ、東京都足立区西新井の都道、環状7号線でワゴン車を運転中、埼玉市南区の男性会社員30の乗用車が前に割り込んだと腹を立て、クラクションを鳴らしながら、この野郎、と怒鳴って脅迫。車間距離を詰めて約1から2キロ追跡した上、進路を塞いで会社員の車に自分の車を衝突させ、首に怪我を負わせるなどした疑い。そのまま現場から逃走した。調べに対し、山田容疑者は容疑を大筋で認めているという。